ザシティでプレーをする選手です。切り返してきます。ここには遠藤航の対応、ボールを奪った遠藤航のディフェンスから、そして川田大地が右サイド、伊藤純也にボールを預ける、中には前田大然、逆サイド決めてきた。オフサイドフラッグが上がりました。いやいきなり来たと思ったのに、これね前田さんライン見れたでしょ。一番手前側でした、見られへんかった。ちょっと勢い余って飛び込んでしまったというところもあるかもしれません。これちょっと見といてください、はい、遠藤航のディフェンスからでした。いや完璧です、はい、そして鎌田がボール